どうも、ハラケンでございます。今回は久しぶりによさこいの動画ですだったんですけど、もともとはね別のよさこい動画を先に撮影していたんですよ。そしたらね、これは緊急要するなっていう情報が舞い込んできたんで、急遽差し替える形で今回の動画を先に出そうと思いました。一体緊急要する情報って何なのかと言いますと、今年の日本ど真ん中祭り、通称ど祭りの情報についてです。それではね、早速行ってみましょう。例年8月最終週に愛知県名古屋市で行われている日本ど真ん中祭り、今年も第22回日本ど真ん中祭りが8月最終週に行われる予定でしたが、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして、今年のど祭りを開催できるかどうか、その可否が決定されていました。ど祭り諮問委員会によって5月27日に判断されると言われていました。そしてそれについての発表が5月29日に行われるということになっていたんですね。そして当の5月29日、ついに日本ど真ん中祭りについて発表が来たんですが、その発表された内容がね、本当にすごかったんですよ。まず真っ先に伝えさせていただきますと、今年の第22回日本ど真ん中祭りは、通常通り堺の久屋大通公園の会場をメインとしての開催は行われません。ただし、なんと今年はテレど祭りという形で、8月28日の金曜日から8月30日の日曜日まで3日間開催されることが決まりました。いや本当にね、これびっくりしました。そんなわけでね、今年のど祭りはテレど祭り、つまりオンラインでど祭りを開催するということだそうです。本当にね、今年はまあやむを得ないとは思うんですが、様々なよさこい関連のお祭りが全国で中止となっていく中で、こういった判断が下されたこと、本当に素晴らしいなっていうふうに思います。そしてね、このテレど祭り、概要説明が本当にすごいんですよ。このテレど祭りは時間や空間の制限がなく、全世界から参加の申し込みをすることが可能です。またオンラインということもありまして、会場の設定等も必要ないので、参加費は無料ということだそうです。誰もが際限なく楽しめるど祭りになるんじゃないかなと思います。本当ね、いいんじゃないかなって思いますね。また今年も日本ど真ん中祭りでは3月2日から5月7日にかけまして、参加チームの募集を行っていたようなんですね。で、その募集の結果、なんと140ものチームから参加申し込みがあったそうです。しかし今回、先日の通り通常通りの開催ではなく、オンラインのテレど祭りという形になりました。そのため改めて参加チームを募集することになり、参加申し込みをしていたチームさんについては白紙に戻したそうです。しかしですよ、今回その参加申し込みをしていたチームさんには、なんと参助会費、つまりあれですね、参加費ですね、返金されるそうなんですね。これは正直ね、何よりもびっくりしたなっていうふうに思います。これまでにね、本当に様々なよさこいのお祭りが中止になってきました。特に大きいお祭りで言いますと、北海道札幌市で毎年行われているよさこいソーラン祭り、そしてよさこい文化の発祥である高知県高知市のよさこい祭り、もちろんこれにとどまらず、以前の動画でもご紹介したように様々なお祭りが中止もしくは延期になっています。でもね、基本的にお祭りの参加チームってあくまでそのお祭りの出展者みたいな形でお客さんではないわけですよ。なので一度そのお祭りへ参加費を送った場合は、基本的に返金される事例はなかったと思うんですね。もちろんね、そういったお祭りは開催約款にいかなる場合においても参加費は返金しないという旨が基本的に記載されているので、返金されないこと自体は特に問題ないかなって思うんですね。しかしそういった中でも参加申し込みをしてきたチームさんに参加費を返金するって、これ本当にねすごいことなんだなっていうふうに思います。チームのお祭り参加費は基本的に返金されないものだと思っていたので、今回の対応はね、正直私の中でもよりど祭りのお株が上がったような気がしました。はい、ではそんなテレど祭りの開催概要についてお話ししていこうかなと思います。世界が大きく変わろうとしています。今果たせる日本ど真ん中祭り、通称ど祭りの役割とは何か、この4ヶ月間考えてきました。私たちが出した結論は中止ではありません。もう言いますよ、中止ではありません。第22回日本ど真ん中祭りは初のテレど祭りとしてオンラインで開催します。参加費はもちろん無料です。今回のど祭りでは参加チームがそれぞれリモートで撮影した映像、つまりあれですね、これは基本的にチームメンバーだと思いますけど、そのチーム演舞の映像を編集作成し、事前にど祭り事務局に送りいただきます。その映像を8月28日金曜日から8月30日日曜日の日程でオンライン会場で配信します。
このね、オンライン会場に関しては、YouTube 会場とニコニコネット会場を想定しているようですね。そっか。なるほどね。動画配信を会場っていう風に言うのいいですね。場所がオンラインであること以外は、普段のど祭りと同じです。ということだそうです。そんな感じで、開催概要を説明したところで、改めて開催日程についてですね。改めて今年行われます、テルド祭りは、2020年8月28日金曜日から、2020年8月30日日曜日までの計3日間開催されます。まず、前夜祭にあたる28日の金曜日は、アーカイブド祭りということで、17時頃から過去の映像や昨年の受賞チームの演舞映像を流すとのことでした。そして、本祭にあたる29日と30日の2日間は、参加チームの動画を配信しまして、なんと表彰式まで行うそうです。そして、そんな演舞を見られる会場、これはね、先ほどお話した通り、YouTube やニコニコ動画での配信ということになるようです。そんなテレド祭りへの参加方法は2つあります。この2つとは、チーム演舞での参加と、総取りでの参加ということみたいですね。チームで参加する方は、チームメンバーが踊った映像を編集して、それをど祭り事務局に送る形になるみたいです。またね、内容は今年のものに限らず、過去の作品や映像でも OK ということらしいですよ。またね、会場を選ばないっていうことで、地域の魅力が伝わるような場所で撮影するのも面白いんじゃないでしょうか。そして、総取りで参加する方は、家族ででも、むしろ一人でも OK ということだそうです。ヤッホーやハレルヤといったど祭りの総取りに合わせて、総取りタイムに参加しようっていう感じみたいですね。また、踊るだけではなく、楽器の演奏や手話での表現なども OK ということだそうです。そして、そんなテレド祭りのフィナーレは、オンライン大総踊りと銘打って、送られてきた総踊りの映像を、ど祭り側が編集して、放映するという形になっているみたいです。ちなみにね、ご存じない方のために一つ話しておきますと、このど祭りっていうのは、すっかりよさこい界に定着しております、総踊りという文化の発祥のお祭りなんですね。私もね、この後出す予定であります、別のよさこい動画の中でも話していますが、私自身がよさこいに興味を持ったきっかけの一つが、この総踊りなんですね。まあそんなこともあるんでね、動画の受付が始まったら、私もね、総踊り踊って送っちゃおうかなと思います。そして今、受付の期間っていう話をちらっとしましたけど、はい、大事ですね。チームでの参加の場合も、総踊りでの参加の場合も、動画を送る受付期間というのがあります。動画の受付期間は、6月15日月曜日の午前10時から、4月31日金曜日の夜2時4時までということで、つまりあれですね、8月1日に切り替わった時点で終了ということになります。なので、動画を送りたいという方は、この期間内に忘れずに送るようにしましょうね。そして、これも大事。今回のテレド祭りに参加するためのルールとしまして、チーム楽曲に地元の民謡を入れることが決まりとなっています。これはね、通常のど祭りと同様ではあるんですけど、実際の歌声や学校の校歌、さらにはご当地リズムの掛け声などでもいいと明記されていました。そして、チームで参加する場合、チームの構成人数は2人以上、動画の再生時間は5分以内ということになっています。こういったルールがね、しっかりと明記されているということは、なんと今回のど祭りでも通常のど祭りと同様に審査が行われるということになっているみたいです。まず重要視されるのはど祭り性。まあこのど祭り性ってのはあれですかね、作品の地域性やオリジナリティが評価されるっていうものですかね。このど祭り性の中にそれぞれ3つの部門がありまして、各10点満点、合計30点満点で評価されるそうです。続いてエンターテインメント性。これは作品のクオリティとかになるでしょうか。踊りの技術面や衣装、小道具等の芸術面、演舞作品のストーリー性などなど、いろいろ総合した上で30点満点で評価するそうです。それとね、感動点っていうものが10点満点で加算されるみたいです。そういえば、今年のど祭りも審査するっていうふうに言ってたんですけど、今年はその審査ブロックとかって区切るんでしょうかね。例年のど祭りって、ここ最近10年ぐらいはなんですけど、参加チームを10個ぐらいのブロックに振り分けて、その審査ブロックの中で1位になったチームが、ファイナルという決勝の舞台に行ったりしたんですね。今回はそういうのなしに全部ごちゃ混ぜになるんですかね。これはちょっとどうなるか気になります。続きまして、今回のテレド祭りに関する注意点。まあこれはあれですね、映像媒体を取り扱う際は著作権や肖像権など気をつけないといけないよっていうことですとか、あとは宗教の勧誘とか企業商品の PR みたいなことをする場所じゃないよっていう、まあなんていうか、そういった注意喚起だと思います。そしてね、画像に振られている番号では順番がアベコミになっているんですけど、最後に改めまして申し込み方法を案内するっていう感じになります。
はい、という感じで今年行われますテレド祭りについて一通り説明してきました。個人的にもね、ド祭りはよさこいが大好きになったきっかけのお祭りなので、ひときわ思い入れがあるかなって思います。現在のこういった社会情勢の中で行われる今年のテレド祭り、一体どういうものになるか今から楽しみですね。そうだ、最後にもう一つ大事なこと忘れてました。今回のテレド祭りの概要や詳細、そして日本ど真ん中祭りのホームページの URL を動画下の概要説明欄に記載しておきますので、もし気になる方はぜひそちらを参照していただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次の動画を楽しみに。原健でした。